キックオフミーティングで地獄の2週間ぐらいい味わったた話したじゃないですか人の顔見過ぎて比較し始めて人の顔と私の顔のここがダメみたいな原点式に無意識に入っちゃってずーっと生活してる最中ダメだダメだダメだみたいな顔についてのなんかこうダメ出しがずっとあって一気になんかこう気分が落ち込んじゃったみたいなねことが起きたんですよでもそれのおかげで百点症候群に気付けたから私にとってはすごいプレシャスな体験だではあったんですけど。 その時に私はねどうやって抜け出すきっかけを作くんだかっていうともうみんなさなんかわかると思うけど人からどう言われたってさいや大丈夫だよとか言われてもさ結局自分が大丈夫じゃないと思えてたらさ大丈夫じゃないじゃん人からいくら言われても結局自分が自分のやっぱこう決定権持ってるから自分に対していくらね人から言われてもダメなんですよやっぱりでその2週間私の頭の中でこうブースまで鳴り響くぐらい 比較から始まった否定的な声がこう大きく育っちゃってて、もうガビーンみたいな、暗いみたいな、なってる。その状況でよく考えてね、その状況に陥ったと思ってもらって、なんか自分の気に入る顔になった状態で気分いいとか、これできなくない。結構難しくない。私はちなみにできなかった、その時。あの、外側に見ているなんかものがあって、すごくその人の顔が綺麗で、 あーなんか全然違うなってこう今自分が思っちゃってる状況でなんかよし宇宙整形でこの人みたいなこう顔になった自分を想像して気分いいとか難しいよね。私はできんかったんよこうそれがあの今回で逆にそんなんしても意味ないなっていうことにも気が付けて何かって言ったらその時ねどうやって抜け出したかっていうとね渡辺直美。 私渡辺直美さんを広告とかなんか周江村とかねなんかいろんなちらちらってこうどっかポスターとかで見かける時なんか、ね、私はときめくんですよなんか彼女の存在にキャっていうなんか圧倒的私感がすごい飛んでくるんですよ電波が圧倒的ななんか私感。 もう何やってもなんかこう彼女は様になるし、なんか晩餐館だったかななんかのね雑誌で大きなバラの上に乗ったポスターとか。何この美しい芸術作品みたいな。なんかそういう見方をしてるんですよ。私、渡辺直美さんに対してね。すっごい素敵。もうかっこいい。もうなんかあなたが使ってるシャドウとかも素敵すぎるみたいなメイクとかなっちゃうわけよね。でもさ、じゃ造形で言ったらめちゃめちゃ太ってるじゃないですか。 もうなのになんかこの引き付けちゃうもう圧倒的なものがある。で、実際しかもインフルエンサーじゃないですか。日本で一番じゃない多分インスタグラムのフォロワー数とか。そう。渡辺直美さんの頭の中はもう絶対的な私なんですよ。それがもう素敵にこっちに電波で飛んできてるだけですよね。なんかこう喋ったことないけど、1ミリも多分太っていることに対してジャッジメントとかないし、もう 自分の存在も全部使って表現してやるぐらいな体当たりっぷり、こだわりっぷり、素敵って思っちゃうのはうちらが見てて、渡辺直美さんがそう認識してるからですよね。で、たまたまね、あの、YouTube のファンデーションを紹介してる動画をね、見たんですよ。肌が綺麗すぎて何使ってるのかなと思って、調べたら YouTube で紹介してて、そしたら喋ってる内容にやっぱ答えがあって、 私ね、なんか汗をすごいかくから、何回撮影長時間でも崩れないやつをね、探したらここに行き当たりましたね、みたいな感じで紹介してたファンデーションを自分の大好きな。その時に思ったんよ。もうすげえなと思って。自分の何を変えるっていう意識が全くないなと思った。だ私だったら、そんな渡辺直美さんのポジションで自分がいて、汗かいて、まあ今は、 今の私の意識は多分そうならないけど昔の私だったら多分こう思うなと思った渡辺直美さんの体型ででまあ例えば人気者だったとしてもいろんな芸能人と関わる中で自分だけがめっちゃ太って汗かいててもうファンでもめっちゃよれて大変とかっていう状況だったらあ多分ねすぐね痩せないとってなると思うよねでもあの人は痩せるっていう方じゃなくてえ自分この体験で汗かくからみたいなだから合うもん探してるみたいななんかその 感じが、ここやと思ったんよね。私この素材でうまく調理しますから、みたいな。だから合うもの探します、みたいなあ。そのスタンス私に合わせるじゃないですね。私はこの素材だから、私に合うものを私が探すんですっていうスタンス もうそこですよ結局私だったら多分その立場だったら昔のこんなに汗かく自分は太ってるからだっていうこう思考に行き着いて痩せたら汗かかなくなるからとにかく痩せなきゃみたいなそしたら寄れなくなるしファンデみたいな多分絶対そう思ってるあの人は太ってる私が私だからみたいなだから汗かくのも 私の素材みたいな。その私に合うものを私はこの世界からチョイスして探すのみたいなスタンスなわけですよね。ここかっこいいよね。それかっこいいと思うよ。そう、否定始まりじゃないんですよね。で、私の地獄のこう2週間の時に、渡辺直美さんの存在を思い出して、彼女が今、私の意識にすり替わった場合、 あの人は、この私の今の存在をフルに使って、めちゃくちゃいい風に調理するだろうなと思ったの。今私は、あれになろう、これになろうって人の顔見てなんか羨ましいとかってなってるけど、渡辺直美の魂で意識だったら、今この素材、私の素材をふんだんに使って、圧倒的私感を出してくるんだろうなと思ったら、なんかめっちゃ気分良くなったんよね。 あの人は渡辺直美であることを、その存在を、もうそのまま許して、そしてね、そのままで訓練してるからかっこいいわけやん。私もそれ、それになる。それがいいわけよね。で、逆に、こう思った。あんなに、今私から見て超素敵で、なんか、かっこいいって、もう、あの様になる渡辺直美だけど、今のこの人の顔と比較して、ああならないとな。 私限定だなあ思ってる私のこの意識がもし今渡辺直美のあの肉体の中に入り込んだら私は一瞬であの渡辺直美をくすませる自信があると思ったんよ確実にくすませるなと思ったもう一気にもうなんていうの渡辺直美感をなくさせれるわみたいなそう思ったんですよねだから逆にね今あのその渡辺直美さんのことを考えたらあみたいな 何を眠っっってててたたんんだろううと思ってもすすぐ元戻れたんですよ気分良くなってだからこう考えてみて私だったら今の私のこの意識だったら今悩んでるあなたの肉体に入らせてもらったらマジでインフルエンサーになれる自信あるからこの存在を全部そのまま許して。 そのままで君臨するっていう今の私の意識さえあれば、今人生うまくいってないなんかこう誰かと否定してうまく問題があるとかって、あなたに私入らせてもらったら、相当愛される人気者に何の素材も変えずになれる自信があります。入ってほしいじゃなくて、私もさ、チャンネルリングしてわけよ。渡辺直美って絶対自分のことあれ否定してないもんなとかさ、え、もうなんか何も気にせず私みたいなえ、なんか私これなんで、 合わせてじゃなくてえ、合うもの選ぶし、みたいな、うわ、それや、みたいなさ、なんていうの、チャンネリングしたんよ、その、渡辺直美さんの意識に。喋ったことないけどさ、だいたいコラムとかいろんな考え方見てたら、ね、醸し出してるものとかでもあれできるからさ。私なんて今、近しい存在じゃないですか、ここでの、ここでの、結構密接なやり取りしてるから。チャンネリングしやすいと思うよ。ハッピーちゃんだったら、こういう時どうするかなってコードじゃなくて、ハッピーちゃんだったら、これ、絶対自分のこと否定しねえだろうなとか。 ハッピーちゃんだったら絶対このままでいいって思うだろうなとかね。ハッピーちゃんだったら何も気にせんだろうな。なんかこんなこと人に言われてもとか、そういうチャネリングをしてみてほしい。どう行動するじゃなくて、絶対あの人だったらこんなん気にせんわ、みたいな。絶対この立場になってもあの人だったら絶対自分のこと否定せんなとか、そういう感じ。で、これはさ、あの、言ったように、なんか、誰かになり得るっていう、真似するものじゃないじゃん。私もさ、渡辺直美の意識をチャネリングしたい意識を。 渡辺直美さんの外見とか、フォルムとか、そういう持ってるもの、インフルエンサーになりたいとか、そういうチャネルリングじゃなくて、あの圧倒的な私感の意識をチャネルリングさせてもらったから、意識ってもともとは一個じゃん。ねザワンなんだから、私たちは。だから、変な風にならないと思う。人の真似をするとかっていう、なんかこう、感じにはならないと思う。圧倒的私感っていうチャネルリング。そう、それを人気ブロガーになるとか、 本を出すこととかっていうのにハッピーちゃんのやってることにチャネルリングとかってやりだすとこれ自分の個性なくなるわけよそしてただのなんかこう真似られた存在を生み出すだけだからあれだけどノーノーノーチャャネルするのは意識コンシャス,ネスそうそれで今日のこの話を踏まえた上で研究員からねこんなご相談をいただいたわけですねなんかこうあちょっと要約すると何日もねこの人はあのリバウンド あのダイエットをねしてるんだけどリバウンドがもう毎回起きてしまうみたいな何日も私は最強私は可愛いと鏡に向かって言っていますそしてでかい全身鏡を買って身体を眺めて受け入れることをしています食事は小学生の頃から静かに喋らずに食べるのが学校のルールみたいで私が食べてるくちゃくちゃした音が聞こえないかビクビクしながら食べてました母がよくそうしているのでで 家族ででご飯食食べべるるのも嫌いいす。早く食べないと色々言われるから。そしてやじ飛ばしながらテレビで白熱してる両親の声を聞くたびに嫌でおにぎり作って2階で食べてましただから一人暮らしをしましたけど菓子パンに癒されて太っていく毎日でエステに通いダイエット食ばかりしすぎて道で倒れて救急車に運ばれましたこれじゃダメだとダイエットのマインド講座を受け過去を癒すためにカウンセリングにも通いました そしてまた両親と向き合うため実家に戻って意見言えるようにはなったけど家でご飯食べるのはどうしても美味しくなくて極力避けています食べたくないのに癒されたいと思うのは食べ物でお菓子に走りますそれを禁止しているわけではないんですが本当に食べたいのと聞くとよくわからなくなるんです今の会社も社長がタンをペットする音が気になって美味しく感じません食事中ね 場所を移せばいいんですが、同じような現象が続くので、今はそのままで音楽聴きながら食べてます。なんかこれを読んでたら、エステに通ってね、過去を癒してね、鏡を見て声掛けしてね、本当はもういろいろと自分から指図されたくないんですよ。好きな、食べてるのが好きなことなのに、その好きなことを邪魔するのはうるさいっていうこの声は、こうご飯中の社長のタンがうるさいっていう現象なんだけど、それに対して言ってる言葉が 結局自分に対してて言ってることだよ、ね、その自分を好きになるためにダイエット、自分の体型を好きになるためにダイエットをしてるんだけど、なのでちょっとチャネリング日記を書いてみてもらえませんかって言ってみたよね。自分で自分にただ満足したいだけだから、これがね、望みだから、ただ自分に満足できてる気持ちっていうのをチャネリングしてみてっていうね。そしたら、バスの中で泣いています。けど、図星です。うるさい、うるさい、うるさい、静かにしろって思うから、 ここからですね。静かなカフェとか高級感感じるところしか行きませんでした。なんかエネルギー上がったからとか、のんきに思ってました。違う。ごちゃごちゃうっせーでした。あんなにハッピー DJ 聞いてたのに。タンがうるせえぺちゃくちゃうるせえくちゃくちゃうるせえこれ私が私に指示しすぎてたんですね。仕事しながら週4でダンスレッスン。英会話教室に通い。オンラインでも英会話を学び。家ではストレッチとスクワット。瞑想を聞いて。 充実してるのかと思ってました。スペック高いな、ね、この人ね。スペックが高すぎる。これ、これ、こなせる人なかなかいないですよ。あれしろ、これしろ、効率なの、夢なの、ごちゃごちゃうっせーですね。いろいろ難癖つけないで、黙って信頼して部下に任せてくださいよ。若い可能性潰さないでください。で、社長に1ヶ月ほど前に言いました。ああ、私のことか。<laughs> で、チャネリング日記について、今の私じゃ想像もできないのですが、最高のボディを手に入れた私に向けて、チャネリングですかね。すでに身体は関係ないのでしょうか。夢日記なら毎日書いて、モデルになって全国紙に乗るとか書いてます。すごいですね。夢日記も毎日。で、ここで私、あのその自分の体験談、渡辺直美。 さんんについて語ったんですよねそれでそ素材の話をしたそしたら素材、素材を使う。今更ですが、ハッピーさんは外側でなく意識を見てる。私は外側から見て行動を真似してる。安室ちゃんみたいな体型になれなくても近づくことはできるって頑張る。シチューでもカレーには近づけるんじゃないかって。シチューでも美味しいよって言われても、私はカレーがいいの。似てるじゃん。あと一歩じゃん。って頑張ってる。ああ、なんかあと一歩で見えてきそうです。 なので公開しました。さっきシェアした内容です。存在をそのまま許してそのままで君臨する。この意識で自分を観測する以上に、外側の何を変えても勝てないのです。震える。そうなりたい。意識の違いだけ。存在をそのまま許してそのままで君臨する。見えてきそうです。理解できてませんが、気持ちが嬉しくて嬉しくて、泣いています。どうしたのって思うくらいよかったですね。多分、こう鏡見て毎日、可愛い可愛いいって言うっていう言葉、 だけでで気分の良さを感じてないと思うんですよねあと「夢日記」も私は人気モデルになる人気モデルになるって毎日ちゃんとルーティンで書いてんだけどそこに気分の良さがない気分の良さ気分の良さは存在をそのまま許してそのままで君臨する以上に多分それ以上に気分の良さ感じれることってあんまないと思うんですけどちょっとメモってこれ「存在をそのまま許してそのままで君臨する」 最高やないこれ。素材全部をもう60兆の素材全部を生かしてやるみたいな。いや、それ以上に、だんだけめちゃめちゃ行動して努力してもやっぱ勝てないよ、この意識持ってる人には。だって存在をそのまま許してそのままで君臨してる意識さえあればですよ。ちょっと行動しただけで何やっても気分いいから、まあ、勝手になんかこう、求めてもないのに結果が出ちゃうみたいなね。 今こののままの素材を生かすすんですよ。私全部生かしたらよかったんやみたいな今の状態で私感、まあ、これもちょっと実験みたいな感じで今日のテーマは私感の意識のチャネルリングをしてみようっていうところでした。